どうやるねん、回転。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はちょっとクチバシティを見て回っていきましょうかね。どうも。見たかね？今港にサントアンヌ号という船が来とるぞ。私が乗る予定のやつだね。どうも。ポケモン初心者ならうちに寄っていくといいよ。情報交換の場として留守中家貸しとるんだわ。ここ？今から釣り行くんかな、あの人。どうも。野生のポケモンにナナナミ食べさせたら、おとなしくなっちゃった。動かないからボール当てまくりだったの。なんかかわいそう、毒じゃない、大丈夫？モンスターボールよりスーパーボールの方がポケモン捕まえやすいよ。それでも確実に捕まるわけじゃないけどね。確実なのはマスターボールやもんね。輪っかが小さい時に中心狙うべし。モンスターボール投げるコツなんだって。今教わりよんかな。輪っかの色が緑だとポケモン捕まえやすいよね。黄色はちょっと捕まえにくくて、赤だと超むずい感じ。すごいね、なんか幼稚園生ぐらいの子と、高校生ぐらいの子がなんか普通に対等に話しよるけど。ポケモンすげえ。世代も超えていくわ。ああ、早く60匹捕まえてザニガメが欲しい。めっちゃザニガメ欲しい。そしたら御三家全員揃うもんね。私、スポーツの後は汗でベトベタ。知ってる？ベトベターって海のヘドロから生まれたの。知ってるよ。ベトベターメインの、あれ野生？違うよね。あっこ空き地なんや。普通に道路に出るんかと思った。ベトベターメインの話もあったよね。どうもー。ゴーゴゴゴー。腕力はうなりながら地面を鳴らしている。これは技マシンがもらえたりとか。わし地主。この仕方の場所、全部わしの土地。わし地主。いいね、なんか。ここにビル建てようと思ってポケモンに地慣れさせとる。あ、なるほど、そういうことね。なんか技が覚えれるんかなって思ったけど違ったっぽい。そして腕力もらえるかなと思ったけどそれも違ったな。一番港入り口。この先は港か、船に向かっていくわけだね。お邪魔します。ジェントルマンや、カモネギー。わしは鳥ポケモンが大好きでね。今度相棒のおしょうと鬼スズメ捕まえに行くよ。おしょう？おしょうだって？カモン。あ、めっちゃ可愛いんだけど。え、なんかさ、おしょう？なんかカモネギくれる人おったよね。その、なんか初期のポケモンで。それのカモネギの名前おしょうじゃなかった？これではくれないの。あのさっきさ、外に座っとるこのお姉さん。このお姉さんこそ大人のお姉さんって感じじゃない？あなたが好きなのは子犬ポケモンのガーディー？化け猫ポケモンニャース？私ガーディー、ガーディー派。あー、言わなくてもいいの。そんなの決まりきっているのに。やばな質問だったわね。化け猫ポケモンニャースを5匹捕まえてきたら、背中に乗れるプリティのポケモンあげちゃう。何それ？背中に乗れるってだいぶ大きいよ。これ何？お店？こちらポケモン大好きクラブ。ポケモン好き誰でも歓迎。あ、ポケモン大好きクラブこんな感じなんや。かわいい建物。お邪魔し、すごいな、なんか。うわ、なんか後ろに飾られてる写真がすごい。どうもどうも。あ、かわいい！見てこれ！ピカチュウ、ピッピー、イーブイ、めっちゃかわいいんやけど。あ、これ、このさ、手前にあるこのポスター？このポスターってさ、あれじゃ、初期のさ、あのなんか、なんていう、オープニングシーンじゃない？ゲンガーとニドラン押す？ニドリーノ？なんかわからんけど。これ初期のデデデデデデっていうとこのシーンのやつよね。わかる？ちょっとみんな。そして、ギャロップ。このおじさんや。このおじさんとピカチュウ EV。そして、これ何やったっけ？鬼ドリルか。どうも。うちの会長はほんとポケモンにうるさいの。そう、あ、かわいい。あ、これあれやんね。さっきの育て屋さん？育て屋さんにあったみたいな感じのセットやね。こういう感じで使ってくれるんや。かわいい。そしてあっちの、ポスターのピッピもかわいい。ポケモン大好きクラブの会長はわしじゃ。持ってるポケモン100匹を超えてる。ポケモンに関してはほんとうるさいですぞ。で、君はわしのポケモン呪文を聞きに来たのかね？聞きたくないけど聞いてやろう。そうか。では早速始めるか。あのな、わしのお気に入りのギャロップがな。でな、が、かわいくてな。たまらん。くぅ。さらにもう、すごすぎ。で、そう思うか。どうして好き？はぁ。抱きしめて寝るときも、じゃろ？素晴らしい。美しい。
ありゃ、もうこんな時間か。ちょっと喋りすぎたわい。わしのポケモン自慢をおとなしく聞いてたお礼に。これは気持ちじゃ。ん？アユの会長から EV セットをもらった。アユのは EV セットをお着替えトランクにしまった。君の相棒ポケモンになりきれるお着替えセット。あ、私が EV になるってこと？メニュー画面のバッグから着替えることができるぞい。ナリス絶対可愛いやん。ちょ、待って。今お揃いなんやけどさ。待って。お着替えします。バッグ、お着替えトランク。アイナの着替え。ここで帽子から EV キャップ。あ、なるほど。耳が入るんかと思ったらそういうことじゃないんやね。そして上着、EV トップス。あ、可愛い！いいね。ちょっと女の子チックな感じになった、ちゃんと。EV パンツ、EV シューズ、全体的に茶色い感じ。あ、こういう服装好き。EV バッグ、ちょ、見えない。これ、回転。回転して回転。回転できない。EV バッグ、はい。回転してほしいんだけど、回転どうやるの？できないよ。あ、違う。回転できない。回転がわからない。バックまで全部できたんか。じゃ、これで以上ですか？どうやるねん、回転。とりあえず、ここで見えるか、まあ。こんな感じ。あ、かわいい！尻尾、EV の尻尾が書かれてある。こんな感じです。え、超かわいくなったんやけど。いいね、いいね。私の愛しいパウは抱きしめるとキューって泣くのよ。あ、この子あなたのポケモン？なるほどね。パウはかわいい。見てよ、うちのピカチュウ。なんてかわいい尻尾。この子は君のポケモンなのね。なるほど、なるほど。私はもう、服装が変わったことにすごく満足している。超かわいいもん。めっちゃオシャレやん、これ。え、いいね。どうも、君はコイキングを育ててるの？一緒に歩くよりトレーナーを乗せたいポケモンもいるんだって。泳げるポケモンや飛べるポケモン乗れたら気持ちいいだろうな。コイキングは乗れるの？ビッタビッタ。それは多分、鳴き声ではないよね。多分、跳ねてる時の音かなっていう感じがするけど。待って、こっち側にも家があるのか。お、ジェントルマン。これは足を乗せるためにあるのではなく、船をロープで繋ぐのだ。まあ、よくなんか、ハトバとかで、ああいうのに足乗せとる男の人みたいな、見るよね。漫画でやけど。ちなみに山吹シティまで、ポッポに手紙を届けてもらうのさ。山吹シティは、夏目のところやったっけね。ブルックー。やっぱりハトだね。サンタアンヌ号に乗って旅をしたいな。世界中に友達できるよ。めっちゃ素晴らしいやん。いいね、いいね。世界中にポケモン仲間が。あとはもう、サンタアンヌ号に、乗りますか。こっち行ったら普通に、なになに？道路に出る感じかな。はい。花の香りを嗅いでいる。お知らせのチラシだ。最近12番道路に居眠りポケモンが出没。通れないことがあります。そういう時、シオンタウンへ行く方は岩山トンネルを通ってください。くつば警察より。カビゴン？かな？ディグダの穴。お、ディグダの穴や、こっち。そして、コーチトレーナー。なるほど、こっちの方に行ったら、とりあえずまあ、次、シオンタウンか。シオンタウンはゴーストタイプやったよね。誰やったあれ。名前忘れたけど。ジムリーダーの。サントアンナ号は有名な豪華客船。一年に一度だけ、口箱に泊まるんだ。一年に一度。貴重すぎか。そんなものをくれるとはね。ようこそ、サントアンナ号へ。ちょっと待って、お客さん、チケットは？はい、持ってます。はい、結構です。ようこそ、サントアンナ号へ。あ、おめでとうございます。本日の乗船100人目のお客様に、こちら、潮風感じる爽やかウェアをどうぞ。マジで？船乗りセット、また着替えもらっちゃった。やったー。じゃあ船の中におる間、そっち着ておこうかな。まさか一つの街で二つももらえるとは思わなかったわ。てか、着替えとかはあれなんかな。お、爽やかになってきたね。なんか変えたりとかはせんのかな。もらうものだけ？ズボンスタイルばっかりなんやね。スカートも欲しいな。冒険する気ないやろって感じやけど。はい、オッケー。さあ、これで。ちょ、待って、
こんな感じ。なるほど。私的には EV セットの方が好きやな。まあ、船にいる間はね、これにしておこう。でっかーい。さすが豪華客船。いいね、テンション上がるね。あ、綺麗。めっちゃ綺麗やし、これなんやろ。あれ、ちょっとよくわからんな。こっち側もよくわからんな。で、こっちはあれ、ジュゴン？ジュゴンかな。で、こっちはシェルダー。お、来た来た、エリナ。もしかして99人目だった？プププって感じやけど。やったね。お、あれグリーンじゃない？チケットありがとな。船の中広くてトレーナーもいっぱいで。ボンジュール、アイナにしげる。こんなところで会うとはな。グリーンさん、船旅ですか？いやいや、俺は船上パーティーに招待されててさ。でももう帰るとこ。お土産もいっぱいでさ、よかったら一つやるぜ。シャラサブレ。何それ、食べ物？それより、パーティーで聞いた話だが、お前らロケット団って知ってるか？もちろん、悪い奴らです。この前勝負をしました。マジかよ、怖いもの知らずだな。とにかく、ロケット団はポケモンを金儲けに使う危険な組織だとよ。ちょっと調べてみるか。お前らも気をつけろよ。相変わらずキザでカッコつけてんな。らしいよ。ロケット団か。あいな、今度そんなのに絡まれたら俺を呼んでくれよ。嫌ですよ、めんどくさい。何を言ってんだ。この船のお客は長旅に退屈してる。暇つぶしに戦いを挑んでくる人もいるかも。いいよ、全然。私、石つぶてを育てるから。どうも、お姉さん。ねえ、ウェイトレスさん。私、ケーキが食べたいの。ミルフィーユをお願い。ウェイトレスさんじゃねえわ。お客だわ、私も。大事な大事な。一人一人の部屋を巡っていくっていうね。え、でかっ、プクリンでかっ。そんなでかさ。船で海外旅行なんて優雅でいいよ。いいな、羨ましいわ。私とプクリンはずっと一緒なの。めっちゃ可愛いやん。飛び跳ねるな。でもプクリンは軽いんかな。あんなでかさやと思わんかったんやけど、マジで。じゃ、今私衝撃を隠しきれていない。なんかあなたたち戦い挑んできそう。ですよね。私が世界中から集めたポケモン見て。なんなの？家族？君ら。なんか向こうの二人は家族かなって思うけど。あれ？ここも大人のお姉さん？あれ？あれは？霞のとこにおったのは大人のお姉さんじゃなかったっけ？何やったあれ。これも大人のお姉さんの気がしたんやけど、気のせいかな。はい、それじゃあちょっと、ポケモン、ガチューを繰り出していきましょう。はい。違う。ピカチュウを。はい、出ておいで、ピカチュウ。もう一匹ぐらいさ、なんか、こう、マチス相手に使えそうなポケモンを育てたいと思うんやけど、でも、おらんねよね、対して。対しておらんねよね、ちょっと。どうなん？いけ、電気ショック！一発でいけないだと？レベル17になるとそういうことになるのか。ああ、あ、同じレベルか。なるほど。いけ、電気ショック。いいぞ、いいぞ。しかし、この倒れる瞬間までめっちゃ無表情でこっち見よるよね。あ、レベル上がるかと思ったら上がらないのか。そのまんま、いきます。あ、でもピカチュウ出そうとしようか。ってことはちょっと入れ替えて、石つぶていきましょうか。これあれよね、アローラの姿は、進化していっても、アローラの姿よね。なんかあの、なんやった？ゴローニャが可愛かった気がする。なんか石つぶて、ゴローンは、なんか大して、あれやけど、ゴローニャ可愛くなかったっけ、アローラ。気のせいかな。気のせいかもしれない。気のせいな気もしてきた。いけ、岩落としだ。あ、向こうのピカチュウもメスや。どうも。いけ、石つぶて、岩落とし。なんかかわいい。なんかドリフみたい。いけ、カナダライが落ちてきよるみたいな感じの。ペコン。いけい、ね、めっちゃなんかしょっぽい音じゃない。おーし、いいぞ、いいぞ。お、ビジョンレベル20。
いやん、世界のポケモンなのに。世界のポケモンなの、なんかそんな感じしないよ。私も持ってるポケモンたちだよ。もう私のポケモンこんなにしちゃって、ポケモンセンターで元気にしてきてほしいわ。自分で行け。私は知らん。どうも。僕はポケモン大好きだ。君もポケモンやるの？やるよ。じゃないと、なんで勝負を仕掛けてきたんだい、君は。人相手にポケモンをけしかけるのはよろしくない。短パン小僧の正信が勝負を仕掛けてきた。さあ、来い。マンキー可愛いよね。ちょっとあんまり理解されんけど。可愛いよね、普通に。ホコリザルも可愛いと思う。さあ、ここは、どうしよう。岩落とし、行きます。あ、効果抜群や。やべえ。変えよう、ポケモン。ちょっと待って。マンキー相手は、なんだ？何ポケモンがいいんだ？わからねえ。ニドリーナ。ピジョン。ピジョン行こう。ピジョン別に効果抜群とか何でもなかった気がするよね。そうよね。多分ワンデキーとかそれ相手に私飛行タイプ出して、効果今一つやったっけ？何タイプがいいんだ？白桃。いっけ、風起こし。あ、効果抜群やった。なんかいろいろと勘違いが。よくわからない勘違いが。わー、強いんだ君って。強いよ。ありがとう。ねえねえ、僕と友達になってよ。それでね、ポケモン交換とかしようよ。かわいいな。小学生がよく言いそうだわ。アイナはマヒナを塩見つけた。家族のじゃない、大丈夫？どうも。あなたは戦わないの？私、子供たちと世界を回ってますの。おほほ。これが娘と息子ってことかな。兄弟、えらい雰囲気違うけど、将来あんな感じになるんかな、あの男の子も。ふい、そして。この人も勝負仕掛けて、来ないか。し、私は国際警察。ロケット団の悪巧みを追っているところだ。え、かっこいい。めっちゃかっこいいやん。今何？変装中？どういう感じかな。さあ、そして向こう側は、どうもー。お疲れのようですわね。ここで少しお休みになりません？あ、なります、なります。ありがとう。休ませてくれた、優しい。よかった。みんな元気になりましたわ。おせっかいでごめんなさいね。あなたが妹に似ていたから。何それ、ちょっとなんか悲しいエピソードがありそうな感じするけど大丈夫？でもってちょっとなんか、どうなん、電気タイプに対抗できそうなポケモンはもういらっしゃらないかな？いないなぁ。いないよ。そして人影。いや、人影追ったところでかな。とりあえずちょっと、ミュウと、ビジョン入れ替えとこうかなと思うんやけど。レベル的になんか微妙なんよね。これでいっか。とりあえずこれでミュウ育てていこう。はい、そして隣の部屋。でした、あかん部屋があるんかと思った。何眺めてるの？ん？君は？黙って入って失礼な子供だ。まさかの。まさかの戦闘だった。いや、すみません。ジェントルマンのロバートが勝負を仕掛けてきた。ジェントルマンはみんな外国の方なの？普通に日本人かなと思うんやけど。いけーい。あれ、隣の部屋のお姉さんはいつ行っても回復してくれるんかな？何回でも回復してくれるんやろうか。キャー。岩落とし。いいぞいいぞ。こうやってどんどんとレベルを上げていくんだ、石粒で。しかし炎タイプで結構粘るじゃねえか。オッケー、ガーディーかわいい。いいね、いいね。ふん、礼儀を知らんよ、君は。なるほど、今のはあれかな。年上を敬え。年上に勝たせろ、みたいな。私は一人でいたいんだ。出て行ってくれ。別にいいじゃないか。ずっと一緒にいるわけじゃないんだから。なんかめっちゃゴロゴロしてるね。なんかこの体勢面白い。せっかくの船の旅なのに、ずっとベッドでゴロゴロする。最高の贅沢じゃ。それ家にいてもそんな変わらなくない？でも結
構さ、なんか最近、こうなんか、ホテルとかを、なんていうん、旅行に行くわけじゃないけど、なんかホテルに泊まるのが流行っとるみたいなのは聞いたことある。ん？ここもしかして休憩スペースか何か？休憩スペースは休憩スペースっぽいね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやね、豪華客船っていうだけあって、やっぱ広すぎてめっちゃ時間かかりそうやね、回るの。